コミックマーケット92に昨日ですね、あのネットニュースでものすごい話題でした。美香さん、そのようでしたね。なんか本当にすごく皆さん、たくさんの方が並んでくださって、とても早くから並んでくださって、幸いなことに、うちの姉がずっとこう、大丈夫よ美香さん、明日はお天気そんなに暑くならないからってずっと言ってたんですが、それはその前々日ぐらいはものすごく暑かったんですね。なのでどこからその姉の言葉は来るんだろうと思ってたんですが、実際その当日になって本当に30度超えない、それこそ年中仕事ぐらい の状況だったのでびっくりしました。すごいですよね。さっき並んでらっしゃったって、実際に人数の方がもう2000人以上が列をなしたということで、今までかつてない人数だとお聞きいたしました。はい、コミケというともうそれだけでももうたくさんの人がいて、ワイワイガヤガヤすごいにぎわいというイメージなんですが、さらにそこに輪をかけてかつてないにぎわいを作ったのがお二人のブースでした。ちなみにお二人ご存知でしょうか、コミケで の壁際の方のスペースがですね、通称壁サーと、皆さんの中では言われておりまして、人気サークルが配置される場所なんだそうです。壁さんに今回初めてなんですが出展されたということで、ここもコミケファンの皆さんは、おい壁さんだよということで話題になって、ご存知ですか壁さん。初めはもちろん何も知らなかったんですけれども、いろいろとこう皆さんにいろんなアドバイスをいただきながら、本当にコミケに参加されている方とか行かれている方とかがいろんなアドバイスをくださって、それで日夜勉強しながらいろいろと学んでました。すごいですね、お忙しい合間に。しかしこれ本当にちゃんと応募なさって、見事当選されてからバーッと準備ということでしたので、京子さんがおっしゃったように本当準備大変だったと思いますが。そうですね、でも美香さんはとても何でしょう、そもそもが当選したっていうところから始めたんではなくて、念のため、いい意味での念のため の当選するであろうという、もしあった場合には反対に急ぎすぎるのは嫌だから、当選しなくともちゃんとその前の準備としていろいろコツコツと美香さんはちゃんといろんなリサーチも含め本当にいろいろやってましたね。大体よくお話伺うのは美香さんが準備をされてっていうね、コメントとかエピソードよく聞きますが、今回は京子さんも根津のご準備だったと伺います。そうですね、私の場合は準備といいますか、どちらかというと創作の方なので、自分の中では準備というよりも趣味の一部だと考えております。なのでそういうふうな準備というような気持ちとしてはなかなか何でしょう、自分自身の気持ちがうまくできないので、はい、一生懸命やってらっしゃるうちに、なんとなく睡眠時間を一生懸命というか好きなことを夢中になってやるというぐらいな感じですね。なので好きでないことは絶対できないんです。